なんとかアンダーパーで上がりたいですね。そうですね、はい、2人ともアンダーパー、アンダーパーで4本でもアンダーパー、5本でもアンダーパー、みんなに勇気を与えたいですね。137ヤードの132ヤード。まあ見てもらってる通り、手前がちょっとポコってなってて高くなってるんですね。で奥が右に向かってこう傾斜してるんですけど、なんていうんですか、あのコブを超えた幅があまりないわけですね。まあやってみましょう。あー風だ、飛んでるな。やっちゃった、飛びすぎてるわ。あれはね、まあむずい。次のアプローチが一回130ショットしてるんで、6番でちょっとティー高めにして打つ瞬間にロフト角度を、9番ぐらいの角度で入れます。もうこれ禁断のショットです。インパクトで力を緩めるっていう、ヘッドスピードを加速させないっていう。風で来るから、心配せんの、来るから風で。めちゃくちゃ怖い。もうもはや90ヤードぐらい飛んでないから。104。まあまあでもいいんじゃないですか。うまい、一番いいストロークした。うおそれちゃう、やっぱり。やっぱこのパターンめちゃくちゃいいストロークやったね。このパターンはやっぱいさお、マジでやっぱその選手真似なあかんねんね、うん、やっぱり激パやば、今めちゃくちゃ綺麗やった。マジか、やっぱこれか、うん、ってことはヒロさんもジャンボみたいな打たなかったんですね。わからん。知ってるこんな感じ。いやいやいや、わからんけど。あー初ボギー。あそう、初ボギーなんですね、はい、すごいな。右、今一番高い木の右らしいですよ。初めてオーナー取りました。はい、オッケー。危ない、キャリーで250か。飛んでる263、フォローだよな。289。打ち上げ打ち押しなし、105アゲンスト、3度しかないです。いやー、ありがとうございます。なんか癖強い、ちょっと癖強いよ。何それ見たことないよ、それ。そのアプローチ、ワッホーさんね。こうしたら絶対外に上がる。
まい、ワッホーさん、ナイス。まずまず。青木。青木。もう。ラインが難かったな。OK、ナイスセーブ。池のしぶきは上がらんかったですね、うん、完璧よ。35です。これ上げて途中ですか。いや、もう中段道でチュチュ。中段道でチュチュ。かっこいいな。もう普通に。普通にチュチュ？三度の力を純粋に使う。飛びすぎた。やべ。ここに来てやっぱ飛んだか、この三度。最後フックでしたね。スライスかと思ったけど。うまい。うわー、止まるんか。分かるっすよ。これ刺さりそうっすよ。これは無理じゃん。OK、出す。わー、めっちゃ早かった今。もっとちゃうか。あ、いいね、いいね。ほらなあ、これでもね、多分売ってもらってないから分からんと思うんですけど、これめっちゃこうなりそうなんですよ。いやでそうなるクラブやん。え、ここが当たるんですよ。うん、そこで打つんじゃん。え、ここで打つの。うん、え、ここで打つんですか。会長に聞いてみたら。会長に